BTU アニメラボー、小林ゆきです。バッタモンカイです。ゼブライ松井です。また山下です。あ、ヤマピーだ。お願いします。はーい。ヤマピーを一瞬忘れていた。いや、しょうがない。今回私の注目アニメこちらです。パンワン、メガロボックスです。最後の戦い。ダリザ・フランキスはよくわかんなすぎて、僕もカイさん見てるし、松井くんもさっきちょっとだけで話したでしょ。なんかゼロツーが大きくなって、それはもう後で全部見てから話するんで、一旦終わったメガロボックスを。ストレートマソタンの話。ストレートマソタンはファンタジーだったもん。ファンタジー、まあまあ、メガロボックスはボクシングだった。じゃあメガロボックスは死んだ。そこなんですよ。そこが賛否両論ではあるんですよ。実際調べたら賛否両論だったんですけど。そうなんだ。最後の試合をね、有利として、で、皮膚デロデロのユーリはやっぱ現れてる。痛い痛い痛い、やっぱつける。あ、俺ら出した案の一つね。バカ、痛いからやっぱつけるっつってね。つける時もつける時もバカだ、言ったね。痛いんで、多分つける。痛い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 、もう取って最終回、何ワンクールかけてふざけてんだ。ボスの風格出せたんだよね。ね、減量の力士の量をかけた感じで、無理をしてね、ギアを外した生身同士の人間で戦われるということになって、史上初の事態だという形で、最後のチャンピオン同士でお互いに欠けなし、これが欠けなしの戦いだっていうふうに言って、もうここからはね、ストレートにもうボクシングだったね。ボクシングアニメです、完全に。もう足を使い、相手は足に来ている、相手はまるで疲れてないように振る舞っているが、ユーリはずっと試合ってラウンドとラウンドの間ってちょっとこうセコンドの方にコーナーに帰ってさ、水なんて言って座ったりとかするじゃないですか。ユーリは全然座らないんですよ。体力に余裕がそんだけあるんだみたいな風に周りは言うんだけど、痛いから。そうなの、山小屋にいるお兄さんは分かってるの。山小屋の中で相変わらずテレビ見てるんだけど。だからもうどれそういう生活してるけど、もうどれの山小屋みたいなところでテレビ見てるんだけど。違う、これは痛みに耐えてるのと体力の低下により、もう座ったら立ち上がれないからみたいな。筋肉痛みたいな。そうそう、無理をしてやってるから。ケツが痛いとかじゃない。ケツに繋がってねえよ、ギアが。ギア、ケツに繋がってねえんだよ。筋肉全部取られると思ってから。肩回りだけです。肩から腕にかけて。ロボ人間だったんじゃねえんだよ。そうだと思ってた。この辺だけです。そうなんだ。そこら辺をよくよく考えたら説明あんましてなかったね。皮膚にもついてるとか。全身の皮膚剥がした。血にジェットとかついてどうついてんねん。あいつケツか。ひなばの白うさぎみたいな日本神話そうじゃないんでね。活躍いただけていたわけじゃないんで。そう、まあお互いに満身創痍の中で試合をして、お互いに幸せだなという感覚をね、覚えながらね、お前と出会えて本当に幸せだったというのが心の中で思いながら、よくあるやつ。そうそう、お互いライバルに、この広い世界の中にライバルに出会えるというのは幸せなんだというのは先週も言ってた通りで、お互いにその瞬間を確かめながら、最後にもう最後のラウンドまでというか、史上初の13ラウンドまでいくというメガロボックスの中では、普通のボクシングって12ラウンドまでなんですよ。まあこのルールはよくわかんないんで、多分決勝戦だからないのか、終わりが最後まで13ラウンドまでもつれ込んで、で最後の残りもう10秒ちょい、20秒ぐらいになったところで、最後の一撃をお互いに決めに行って、こう打者のジョーのね、代名詞のクロスカウンターとか、そのクロスカウンターの状態でパッて止まりまして、こう放送事故は違う、山小屋でお兄さんが、えっつってんじゃねえ。お兄さん違う普段止まったので、明日のジョーって前に話した通り、その試合、最後は試合の結果がこうはっきり映さない状態で終わったっていう有名な話があるっていう話はしたじゃないですか。そんな感じで、そのまあちょっとまあオマージュなのかな、その状態のまま最後のその後の話に、エピローグに行ったんで、おやおやおやと思ったよ。あれから3ヶ月みたいなところ、じゃあ1年か、1年、そうね、1年、次のメガロボックスが発表されましたみたいな。そう、白戸、ね、企業と白戸はもうしばらくメガロボックスから離れていたけれど、第2回を開催することを発表しましたみたいなところで行き、で、南部のじいさんは両目、ずっと思ってたんだけど、両目見えない割には試合展開分かりすぎだったんだけど、やってる途中もずっと。あいつ何なん。そして今回のは、なんか最初から最初踊ってたやつ何なん。最終回の最初にダンスをなんか伏線に貼るの何なん、あれ。最終回の試合前にちょっと、突然南部さんがフン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 って言いながら、なんか社交ダンスみたいなのをやって、で、子供いたじゃん、
あの一緒に連れてるセコンドにいたんですけど、うん、にお前もそろそろダンスの一つでも踊れなきゃダメだぞって、まあ、要は多分試合前の空気を和ませるためにやってるみたいな雰囲気だったんですけど、うん、それがその試合後の1年後に、うん、チームバンガイチジム設立1周年おめでとうみたいな、もうちょいちゃんとしたところとちゃんとしたリンクができて、そうね、ジムやってね、そうで 1周年おめでとうみたいなパーティーをこれからやるっていうところ、はいはいはい、で横に畑があって、突然あの試合の後南部さんは畑作りに目覚めたんですけど、農業もそう、まあ両目見えなくなったのも多分あんだかもしれないけどね、なんだろうね、土の味が分かるようになったのかな、これはいい土だね、いい土に気づいたのかな、突然川辺のあそこそう、今は野菜作りをしながらジムをやっていると、はい、で今おのおのの過去がそれが今どうなってるかっていうのが分かって、ユーリが車椅子で、ああ、うん、そう来てた、そうユーリが ね途中までもう足に来てる、大丈夫かみたいなんで、うん、まあ、やっぱ死ぬのかなみたいな風に言ってますよ、ね、でも死ぬのはなーって、そうオマージュにしてもね、死ぬのなーって思ったらもう足が使えなくなったのか車椅子になってしまって、もう多分選手はやっていないという、あ、全部はなんかそう、ケツに仕込まれてたんだろうな、あとしたら車椅子連れって座りっぱで爆弾発生ですか、チェーチにあっ持病の時点ケツ押さえて終わる試合嫌でしょカンカンカンじゃないよな、死ぬわけで、で一方ジョーがどうしてるかっつったら、あのずっとギアの整備とかやってもらってた店があったんですけど、アパハチっていう店で、うん、あの出前してるんですよ、うん、ずっとバイク自分でバイク整備できるようになって、うん、バイク乗って、うん、もうメガロボックスをやらないのかいいみたいなことをミサミさんにちょっと言われたりしながら、うん、もう俺はいいかなみたいな、うん、で最後のパーティーを開いて、うん、でユーリと一緒にみんなでこう賑やかにパーティーをしてる中、こう南部のおっさんとかスピーチや頑張ってやったりして、うん、どんちゃん騒ぎしてる中で、うん、横でこっそり2人だけ端っこの方で、あのユーリとジョーが仲良く2人並んで酒を飲んで笑ってるっていうので終わるんですよ、うん、ライバル同士がお互いを見守って、うん、で最後に文字だけで試合の結果が13ラウンド2分何十秒 KO 上7戦7勝って出て終わると、うん、勝者上7戦 KO で終わるという、これがどういう意味合いだったのかっていうのを捉えて賛否両論が今割とメガロボックスは評判がずっと良かったのでいろんなところで面白い面白いって期待されてたんですけど、これをどう捉えるかっていうので僕はいい方に捉えたんで、まああれのそう見解としてはどうなる、自分やっぱまあまあおまそうね、まあ、勝ってほしい、勝ったから元々の話が負けてやっぱ超えられなかったみたいなのと、 そのリベンジもできない状態になっちゃったっていう儚さが、そうそうそう、勝った方、勝ったライバルの方が死んじゃうっていう、だからうわまた次は負けねえぜと思ったら、ね、わあ死んだもう無理だっていう儚さとかもあって、ライバルがいなかった、だからちょっと美談というか伝説になったんですよね、そう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 、死ぬとね美談になるからね、まあ特に力士は伝説的な死に方で、実際に葬式やってファンが何千人と来たっていう伝説も残ってるぐらいの、でそれもまあ何試合もずっとかかる、今回1試合1話でギュ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 ってやれたから、なんかまあね、しょうがないんだけどアニメは、まあ、そうなのよ、そこは、ね、3話ぐらいは、まあ、これいいですよ、ライバルにもうちょいかけてほしかったなっていうのは、確かにライバルとの関係性を作るとか少なかったら少なかったんですけど、ね、まあ、明日のジョーってもともとその死に様みたいなものを見せてくる、うん、そうですね、全部命をかけて死に様をボクシングにかけて、そうですね、生き様よりはもう死に様に近いような、多分それへのアンサーというかアンチテーゼという形で生き様を見せるものにしたのかなと、そういう捉え方をすればまあ分かれちゃうからし、そうそう、ちゃんとこっちに沿わせてくれっていう意見もまあ分かる気がするね、どこまでオマージュするのかって、うん、多分アンサーとして今描きたいものとしては何だろうって考えた時に、生き様の生きてこれからをどうするかっていう方の部分を多分描いたんだろうな、うん、ね、で別世界だから今度はこっちで、こっちに負けたけどこっちの世界でも勝ったっていうのもまあ分からんではないけど、生き様をさはいいけどさ、うん、結局それで満足してジョーなんか終わるのもなんかぼやっとしない、そこがあのお互いに生きて試合をボクシングしてる中で空虚な状態だったんですよ、ユーリは強すぎて自分以外のライバルいない無敵のチャンピオンみたいな感じでどこか空虚で、で一方ジョーはあの地下のボクシングで八百長をしながら生計立てるっていう、お互いにそうメガロボクスをしながら生きながら死んでるみたいな、お互いに生き様を見つけられない、生きがいを見つけられない状態でずっと生きてるっていうのはなんとなく描かれていたんですよ、なるほどね、お互いにその最後の生きがいみたいなものをお互いにリングの上で見つけて、それがお互いだったっていう瞬間を迎えられて、ある種の一つのゴールを迎えて、その後どう生きていくのかっていう意味合いにしたのかなっていう、
まあそう2人とも結局ボクシングやってる最中に死んじゃったから、 そのボクシング引退した後のことを描いてるっていうのは確かに、まあ、そうそう、明日のジョーはね、生きた結果であるや、それが死んだ後って言ったらまあいいね、そうそうそう、生きてはいるけどね、明日のジョーは生命としてはそこで死んで終わりになっちゃってるわけですよ、力士にしても、ね、ジョーもリング上で真っ白になって、まあ生きたか死んだかは書いてないけれど、まあまあ、ほぼ死んだような描かれ方して、ね、そこで終わってるわけなんで、うん、それよりもその後ちゃんと生きていくっていうのと、ね、リングの上でも生きていくっていう、うん、意味でも生きがいと生き様を見つけるっていう、多分そういう意味合いで書いたのかな、まあね、全部を通して言いたいのは結果ギアは何だったの確かにね、うん、でも一応ね、結局メガロボックスで戦うのって感じじゃない、普通にボクシングでやって、でそっちも満足しちゃったわけでしょ、うんうん、なので第2回開催しますよ、一応子供たちがギアつけて教えてよみたいな、うん、俺と戦ってくれよみたいに、まあ、今まで戦ったやつらとかが一緒にパーティーで集まってて、まあそれはね、ちょっと中ボスみたいな存在の人いたじゃないですか、かつて南部さんが教えてたおじさんとかが子供たちにじゃれ合いながら一緒教えてくれよみたいに言われるみたいな、それ可愛いしまったけど、お前の先輩尊敬する先輩はノーだぜ、そうなのノーギアの人だぜ、うん、まあね、何ギアつけて喜んでんだよと、ね、そうちょっとその辺はね、あの試合中に別展開の一方、その頃白戸社長っていう描かれるでしょうね、そこの中で白戸社長はギアを、国に売り出してたの、それが、まあ、軍事転用の話なんだと、はいはい、兵士につけさせるとこの一体型ギアをつけたらどうするんだいっていうので、ただ多分最初は本当は兵器のつもりだったはずなんですよ、うん、でもお互いをやっていくうちに自分の中で変わってったのか、これは兵器ではないんですよっていう、使ってことをどうしていくんですかっていう、歩けるようになるそっちのギアの方がいい、足ギアの方がいい、何か医療用の活用みたいな、なるほどね、いい膝くれよ、いい膝くれよ、ギアのギアのギア膝くれよ、ギアの方がいい、いやだってさ兵器として活用しないんだったらさ、ギアの力で解除するみたいな、うん、そうだね、腰から下につける方のギア、うん、そうそうそう、めっちゃ結構してる方がいいじゃん、歩けるようになるとかさ、その老人がさなんとか生活できるようになるとか、パンチ力上げるっていう場合かと、確かにね、か車椅子につける気やね、そうめっちゃ速いずっと戦っては痛いんだねその国はそれぐらいはね、そうかもしれないっていう、そういうさらに深いアンチテーゼもあるのかな、まあ、そもそもその軍事だったりあと町と都市のそのね、そのまあ、都市の部分と貧富の差とかで、その世界全体がどこか空虚なところがあったっていうのもあった、まあね、深い目線で言うと、まあまあギアは必要ないか、必要ないものを作って、世界そのものは結局まあある意味では変わらなかったっていうのも一個皮肉としてはある気がするんですよ、ね、でもね、あれを拳銃に例えたそういうことだもんな、結局いらないのに作り続ける人はいるし、第2回もいるし、深いね、で白戸社長は全く気持ちの上でその気にしてないわけじゃないんだっていうのも一応描かれていたんですよ、有利が負けたっていう事実に関しては、はいはいはい、ただその上で社長はもう白戸の企業のためにやっていくっていうのを決めたって言っても、忙しく世界飛び回りながら、あ、そういえばこのさっき挨拶に来てすぐ帰ってったけどみたいな、うん、ユーリとは会わずに帰ってったけどみたいな、森のお兄さんは、森のお兄さんがね、違ってなかったからね、多分ヒゲ伸びてんじゃないずっとテレビが、早く早く来てよ、違う森に馴染んでんだよ、多分めちゃくちゃ強くなってるよ、戻っては来ないなそうだね、描かれてなかったわ、そこだけ、確かにな、森のお兄さんだけ描かれてそれだけ、それもね、パーティー来てないよ、来たのかな、よーく見たらどっかで、ボロボロとお兄さんが、後でもう一回パーティーのとこ見るわ、森のお兄さんが農業交流をしてみたいな話じゃない、あ、そうか、畑やってんだから、そうそう、違う違う、なるほどね、森のお兄さん別に畑のスペシャリストじゃねえから、エンジニアだから、なんか突然森に住んだ、森に住んだらさ、まあなあ、突然山越えに住んだらやっぱり、まあなあ、やるでしょ、お互いにその辺で交流してんのかな、うん、実はストーリーであったのかな、かもしれない、探しといて、それっぽい人、うんね、そうだね、探しといて、ちょっとパーティーの試合、パーティーの部分だけ後でもう一回見る、気になったらね、気になりますね、うん、はい、でもさ、終わり方は賛否両論ではあったけれど、トライオンにあってよかったし、トライオンにあっては、まあ明日のジョーとは違ったなという、そうですよね、まあ、もちろんジョーとは言ってないからね、そうなんですよ、作中で別に明日のジョーとは一回も言わないですからね、あえてに、ね、ただお前の名前はなんだって言ってジョーだっていうので、まあそこはどう捉えるかっていう部分は、知らなかったら何とも思わないし、うん、そうですよね、うん、そうそうそう、単純にどうしてもね、勝手にうちらが思い込んでるだけだから、まつげが好きだったからね、そうなのよ、そうなのよ、元がある分ね、同じようにあの終わり方良かったなって思ってると違ったかもしれないけれど、そうね、でまあそういう意味でもまあある意味楽しめるのかもしれないけどね、いろいろ言い合ったりとかね、知ってる人に聞いてみたりとか、今は確かにこんな風に考察してみたら、うん、まあそれぞれ深い話だよなって、そう、だけで個人的には最初から最後まで正統派のある意味ではボクシングアニメとしても面白かったのかなと、はいはいはい、最後に至ったら完全にボクシングだったしね、うん、
なるほど、ね、というわけで面白かったです、はいはい、見てみたらもう本当に今見たら面白いと今見直しても多分面白いしあとパーティーの部分はもう一回見ます、はい、ケツにはついてなかったケツにはついてないです、はい、以上今週の注目アニメでした。ありがとうございました。